二人。ないよ。なにこれ。うちゃん。よいしょ。よい。よいしょ。おかえりまぬけばん。バディです。まぬけ勝手に買い物シリーズ。かつてもですね、私、妻うんちゃんに黙ってですね、いろいろ買い物をしてまいりました。今日もうんちゃんのためにうんちゃんに喜んでほしくて、買ったものがあります。それがこちらです。アイス大山の冷凍庫、85リットルコスパ最強というものでございます。我が家はですね、まあ、一応何リットルだったかな、そこまで大きくない、まあ、2人暮らしでちょうどいいサイズの冷蔵冷凍庫があるんですが、業務スーパーだとかコストコに行くのが好きなので、もっと思いっきし買い物がしたい、まあ、できれば買い物に行く回数が減ったら嬉しいわけですよ。業務スーパーとかで買いだめをしてね、っていうのでずっと欲しいと言っていたので、実はこっそり買っておりました。 Amazon でですね、一番売れてる冷凍庫を購入しました。喜んでくれるか。あ、今ちなみにうんちゃんお出かけ中ですよ。お出かけ中にこれが届きました。さあ、じゃあ設置してうんちゃんが帰ってくるのを待って、どんな反応するかっていうのを見ていきたいと思います。よし、じゃあまず開封ですね。はい、それでですね、今日置き場なんですけど、ここ勝手口が見えると思うんですけど、全くもって勝手がいい勝手口ではないと。開けたらすぐ隣のお家で、スペースも特にないということでですね、この勝手口をですね、潰してというか、まあ半潰ししてこれを置こうかなと。あそこがデッドスペースになっちゃってるのでっていうのが目論見でございます。勝手口になってるので、まあいわゆるちっちゃい玄関みたいになってるわけですよ。一段下がってると、でコンクリになってると、そうすると奥までこれが置けないということでですね、私こちらの、あーあー開いた、あーはーはー、こちらの台を作りました。総製作費、材料費だいたい2500円しないぐらい。2x4 じゃなくて、なんかカインズ行ったら今 2x4 より一回り小さい 35×80 っていう木材が売ってたので、それを主に、でこれ 1x6 材で天板を作ったっていう感じで、 1x6 は8フィートと 35×80 を6フィート2本かなの材料で作ってます。はい、やってみます。まあ、冷凍庫の下っていうことで、まあ、湿気も溜まるだろうし、お勝手口があるんで、そこまで気にする必要はないかもしれないんですが、たまたまですね、今、製作中のものがありまして、ドライワックスがありますので、ドライワックスで一応保護して、スロー保護ですね、押してあげていこうかな、で、組み立てようかなと思っています。まず、ドライワックスをする前に、足付けですね。240と400で、ヤスリ掛けしたいと思います。ちなみにこの作業場は、うんちゃん入ってくることはまずないので、いつもなんか作ってるんですよ、僕。うんちゃんが入ってくることを恐れることなかれで。よし。シャープ0番のスチールウール。で、塗っていきます。それか布でもいいみたいです。今回は、ジャコビアンですね。結構匂いが強いです。よし、ちょっと乾燥させます。はい、30分ぐらい乾燥させたので、たわし、磨きます。はい、回しかけたら、熱で拭きます。すごい、ツルツルだ。見事な出来上がりです。こんな感じ、ツルツルですよ。OK、これで組み立ては、また、よし。組み立てます。
できました。めちゃめちゃ丈夫な台できたわあそこに使うのもったいねえなはい、もっと手抜けばよかった。それじゃあアンディさんお返しします。お披露目でででででーオープン。あら、思ったより、なんか画像で見ると結構業務用感強くってかっこ悪いかもなと思ったけど、思ったよりおしゃれです。バンババーンと、こんな感じです。うわ、すっげえ入るやばー。いや、これも喜ぶよ。このサイズの棚が3段と、ちょっと大きい深めの棚が1段ある。出放題じゃん。ここになんか強さ強弱をつけるつまみがあって、だけですね。はい、あー、もうシンプル。はい、私が作ったお手製の踏み台でございます。高さぴったしに合わせてます。入るか。体調ぴったし、そして僕が乗っても全然ビクともしない台が出来上がりました。ここにね、置いていきたいと思います。うわー、フラットだな。当時このままかけれるじゃん。よいしょ。おで、ちょっと斜めってるんで足で調節して、よし、完璧っす。この辺の線はね、ちょっと後でピンとするとして、できました。これ天板、電子レンジとか置けるようにしてあるらしいんで、物を置けるようになるってデッドスペースがまたさらに使える。いいですね。それではうんちゃんの帰りを待ちましょう。はい、帰ってきた。おかえり。こっち来るかな。買い物してきてるんだよ、こっち。そっちかそっち来たかあれ、うんちゃん、うん、あっち、あっち、あっち頼むわうんちゃんちょっと、まだ大丈夫、まだいける、まだいけるわ。力入れば。そう、そうです。もう俺隠れてる意味ねえわ。おかえり。ただいま。なにこれ。うんちゃん、ただいまです。おかえり。なってやりましたよ。なにこれ。うんちゃん、はいはいはい、買ってやりましたよ、うんちゃんが欲しがってたもの。おかえり。ただいまです。はい、ちょっとね、重いから渡します。はい、置いてください。何ですか、今日は。はい、サプライズです。サプライズで。うんちゃんが欲しがってたもの。うん、欲しがってたもの。この食洗機に引き続き、うん、私、こっそり買っておりました。そして、設置までしました。開けていい？開けてください。うん。てってれー。製氷機。惜しい。冷凍庫。そうです、冷凍庫だ。冷凍庫買いました。おいいでしょう。ああー、はいはい、あー、はいはいはい、我々行くじゃないですか、業務スーパーとか。欲しいって言ってたやつだ。そうそう、欲しいって言ったやつだ。欲しいやつ買いました。ありがとうございます。あそこね、台まで作っておきましたよ。あ、本当だ、すごい。あーね、そうなんですよ、冷凍庫ね、うん、欲しかった、欲しかったし、業務スーパー行ってもパンパンになっちゃうから、そう、買おう買おうって言いつつだった。あ、喜んでるんだね。喜んでます。ちょっとなんか見てみてよ。そうそう、こういうの欲しいって言ってたよ。いっぱい入るでしょ。全部、これ全部冷凍庫。全部冷凍庫だよ。いいじゃん。いいでしょ。これで冷凍食品いっぱい買えるわ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。買いすぎちゃったコストコの生鮮食品とかさ。そうそう。そういうのとかも入れれるわけだから。ね、作りすぎちゃったご飯とかもね。ありだね。炊きすぎた米とかも。あの中にまだね、オリジの弁当が。そういうのがあるから我々。はい。
はい、ということで、はい、サプライズでございました。うんちゃん大喜びありがとう。じゃあまたどこ行く、コストコ行こっか。またね、業務スーパー行く。業務スーパー行きたい。はい、まあじゃあ早速これをパンパンにしましょう。しなくてもいいんだけどねいいんだけどね。まあというわけで、今日の動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録もお待ちしております。はい、うんちゃんお喜びでございました。それでは皆さんいってらっしゃい。何それ